第4回自撮りしないレナチ、結構コメント多い。あ、やった誠さんかな。声だけの SNS 担当の会議もいいとは思うんですが、容姿のわかる同期のお休み中の女子アナウンサーさんとの女子トークが好きだったんですけど、とのことで、多分あれですね、岡部風子のことですね。岡部風子と、お昼休みランチ女子会みたいなしてた時もありました。確かにあれも普通に楽しかったし、めっちゃ多分本当あんな感じなんですよ、二人で喋ってると。うちらでももうすぐ復帰するんで、そういう企画もできたらいいですね。そうですね、うん、ちょっと岡部さんぜひね、相談出てもらいたいなって思いますね、うん、ファンが多いから。なんかめっちゃ私と風子は仲悪い説みたいなのが入社当時にめちゃくちゃあって、社内で、はい、全然そんなことないのに。で、多分あるあるですよね、同期入社の女子同士仲悪いんじゃないかみたいな言われるのって。ああ、そうか。うん、普通にプライベートでも遊びますし。最近とか多分接触ありました。接触ありました。最近ちょっと前ですけど、赤ちゃん生まれたんで会いに行きました、お家に。うん、どうでした、似てました。似てました、目とか。あ、似てました、ツイッターに上がってましたけど、うん、すごい岡部さん、すごいイケメンだろうなっていう感じでしたね。しかもなんか風子が母やってるのが面白くて、なんかおむつが変えてるのを見て、マジかと思って、できるんだな。できないと思ってた。できないと思ってた。失礼。やっぱりやね、やらざるを得ない人ってできるようになるんだなって思いました。失礼な。でもなんかそんな姿を見て、私もなんかいいなって思いました。うん、結構ネラシさんはどうなんですか、子供好きですか。子供と その接触がないんですよ、もともと。ね、なんかちょっと僕の勝手な偏見だと、レナスさんは子供あんまり好きじゃないのかな。あ、まあ、めっちゃ好きっていう感じではないです。に苦手は苦手かも、喋るのとか苦手意識あるですね。なんかこの前も友達のお家に遊びに行って、子供2人いるお家に遊びに行って、なんかどうしても距離感が分かんないです、うんうん、2歳とか1歳なのに。とりあえずおもちゃ買って行きました。あ、物で。はい、物で釣ります。やっぱレナさん、ね、末っ子だし、うん、なかなかこう、自分年下との接点がなんか少ないとね、うん、そうなんですよ。なかなか難しいのかなって思うんですよ。親戚も全然年下がいない。一人だけいるけど、1個下だから、うんうんうん、ほぼ一緒だし、いとことかもいないし、うん。経験値がちょっと足りない感じですね。そうなんですよ。だから赤ちゃんイコールなんか未知の生物みたいなイメージなんですよ、私の中で。ほぼほぼ宇宙人みたいな感じ、ね、だからなんか今後、なんか自分の周り、自分含めですけど、赤ちゃんとかが増えていったら、慣れるとは思うんですけど、ちょっと今はまだ苦手意識はあります。定期的に岡部さんと遊んで、うん、ちょっと赤ちゃんが成長してることを見守るといいかもしれないですね。そうですね。あ、そう、ちょっと本編と関係ないですけど、このストームバー、はい、のさんのサボテン見たい、うん、ツイッターアップしてほしいで、確かこの投稿来たぐらいでは、なんか サボテンの写真を、吉川さんでしたっけ、多分上げて、代理というか。あれは会社のサボテンです。あれ会社のか。あれは出ないし、サボテンじゃないのか。一日のじゃあちょっとアップ、ね、ちょっとサボテンの写真もたまにこう、うん、思い出したら上げてもらうといいかな。OK です。その変わり映え。変わり映えの定期的に撮ってみます。はい、あ、またかなさん。本人次第だけど、視聴者的には生きてる感じ、確かに出してほしいですね。全くそう出してない感じがプンプンしてしまって、ちょっと怖く見えてしまう時がある。そう、私これめちゃくちゃ言われるんですけど、なんか、クールそうだねとか、怖そうみたいな、第一印象めっちゃ言われるんですよ。で、喋って別にそんなことないね、みたいな感じでも言われるんですけど、そういうイメージあります、やっぱり。まあ、クールそうみたいな。イメージ的にはやっぱりレナさんはクールビューティーっていうスタイルに見えますよね。全然そんな意識はないんですけどね。多分黙って、うん、なんか真顔でいると、うん、そういう風に見られちゃうんじゃないですかね。ねえ、すごい近寄りがたいみたいな感じで。難しいですね。思われます。もうなんか常にニコニコするのもなんか辛いじゃないですか、うん、なんか。でもいますよね、なんかニコニコしてる雰囲気の人って。あ、いますよね。すごいいいなって思う。真顔が笑顔ベースの人いるじゃないですか。だからそれこそ岡部さんの方って、まあ割とそういう感じだったりするかなって思ったりする、うんうんうん。ああ、確かにそうです。確かに。
なんかこう想像した時になんか笑顔の人とか、うん、そういうとこありますよね。確かに。でも本当あのおっしゃる通りというかよく言われますっていう感じでした。ごもっともごもっともです。失礼ながら、うん、私も去年入社して、うん、接点がほぼなかったって思うんですけど、うん、レナジさん怖い人だって思ってます。ね、思われる絶対百発百中、特に同性にはめっちゃ思われます。怖い人って確かになんか性格的にもなんだろうな、あんまりあの気を使えないタイプだからあのバンバン言っちゃう感じもあるからすごいね、キャピキャピできないから、うん、そう思われがちですね、同性とか特に。確かに出てきてる要素で、うん、なんかその人懐っこさはあんまないですね、うん、そのないと思います。めっちゃ悪いけど、いや全然リンとしてるじゃん。僕の中で勝手に今レナシさんのキャラクターブランディングは、うん、なんかあのかぐや姫みたいになるといいのかなと思っててなんかこうみんなが言い寄ってくるんだけど、うんうん、あのもうなんかそれ興味ないからじゃあ次みたいな。やばいやつじゃないですか。いやでもねちょっともう20代も後半なので、あのいい人って思われるようにしたいです。そうですね、こう人間的な厚みがね、うん、そうそうそう、人間味を出していきます。じゃあ、5回目とか。5回目、ネタバレ元気なれなち、はい。うんうん。もうなんか、いつものメンバーが優しくコメントをしてくださってますが。じゃあ、中村ダイヤモンドさん。ネタバレ知りたくない時は見ないの私か。そうですね。ドラマの犯人がネタバレすると見る気なくしますね、僕は。いや、ほんとそうなんですよ。なんかほんとちょうど今見てるマイファミリーが、今、もう犯人誰だみたいな回だから、うん、もうそれこそ今ほんとネタバレ要注意な時期で、ほんとでマイファミリーはできるだけリアルタイムしてるか、次の日ぐらいにちゃんと見るようにしてます。一応突然ここで僕のアピールさせてもらうと、はい、見ましたよ。あ、ほんとですか？衝撃。衝撃。なんでそんな衝撃。進めておいて。どうでした？面白くないですか？いや、ただ僕、あの、多部未華子さんですよね。はいはいはい。はい、目的で見たのに、その回、多分美香子さん全然出てなかった。すごい残念だなって感じでしたけど。確かに最近出てないかも。ね、なんかニノがもう基本出て、でも面白いですよね。うん、見応えがある感じ、うん、でももう今7話とか6話、7話とかだから、もう間もなく終わりそうで、ロスになりそう。あ、なるほど。ネタバレ注意しながら追いかける感じですね。はい、ですね。マイファミリーはもちろん残ってるんですよね、その継続して見るドラマのリストに、うん、はい、ちなみに今期のドラマで今ずっと見てるやつって、うん、マイファミリー以外どういう感じなんですか？マイファミリーと持続可能な恋ですかと近代一少年、あ、近代一少年も入ってます、はい、と、毎回じゃないけど元彼の遺言状と、あ、ワルもたまに見てます。でも本命はマイファミリーと持続可能な恋ですかです。この2つが一番惜しいです、はい、これ今から見ても いけますかね。いや、持続可能は無理です。あ、もうダメです。持続できない、持続できないと思います。マイファミリーはどうなんだろう。マイファミリーまだいけるかなっていう感じは。そうですね、うん、なんかあのそういう状況なんだなっていう前提だけ、そうですね、あらすじだけちょっと見て、ね、そしたらいいと思います。見れる気がする。確かに。まあ、近代一少年は余裕で見れますね。あれも前、一話完結でしたっけ？そうです、そうです。レナさん的に近代一少年って、まあ、特にドラマだと、なんかその、まあ、今期のやつは見てるとして、なんかイメージ的には過去作でなんか見てたやつとかありますか、うん、シリーズで。シリーズで見てたやつ、松潤のやつ。あ、松潤がやったんだ。あとなんか特別編で、あの山田涼介くんがやってたりとか、夏にやるイメージ、特別編みたいなやつ、あれを毎回見てました。レナさんのイメージだと近代史役は、少年役はやっぱ松潤、松潤、